二人の顔が、かわいい。リ、リを笑ってるね、リ。リちゃん。笑ってるね、リちゃん。リちゃん。リちゃん、笑ってるね、リ。かわいい。やっぱり違うね、4歳になると違うわ。まあ確かにそうだね。やっぱ4歳は違う。だって4歳になったらお兄ちゃんになったよ。そうだね。よかったね、リちゃん。よかったね。うん。だけど、実は前日だから、まだ6日だから、明日ね。明日ね。明日お兄ちゃん。うん。お兄ちゃん、お誕生日だよ、あっちゃん。やったね。いいね。じゃーん。すごい材料が揃えたね。そうです。今回は、うん、今年はちょっとプレゼントとして、龍之介用の誕生日ケーキを作ります。はい、イエーイ、ね、完全手作りってわけじゃないけども、うん、ちょっとね、気持ちを込めて。そうですね。気持ちを込めてを作りたいと思います。はい。はい、じゃあ、これはママとお父さんの勝負だね。どっちのケーキの方が、龍之介が喜んでくれるか。これは勝負ですよ。そういう企画ですか？そういう企画です。わかりました。じゃあ、そうしましょう。いいケーキを作りたいと思います。はい。それではやっていきましょう。よろしくお願いします。やったー。よし、じゃあママ、はい、頑張って、はい、やっていってみましょう。はい、ね、ワッフル。ワッフル。ワッフル。犬用ですか？犬用ですね。犬用のワッフル。あ、もちろん犬用です。はい、よし。いろいろあります。いろいろあります。一口オードブル。ほうれん草チーズ入りだったすごいね。ワンちゃんの大好きなビーフ。ああ、いいですね。うん、低脂肪のささみチーズだった。あとそういろいろあるから全部紹介するのもあれだけど、うん、ミルクとチーズのふりかけ。うん、ね、ミルクとチーズふりかけだった。そうですね。チーズポイズ。しっとりドーナツ。あ、ね、ドーナツも飾りで面白いからね。可愛く食べちゃう。あ、いいですね。ポップスティックだって。お、最後の飾りだね。そうですね、最後の飾りです、うん、よし、じゃあちょっとどっちが龍之介に喜んでもらえるかね、龍ちゃん。とあとこれもそうですね、ちょっと大好きな、うん、大好きなメガチール、うん、チュールチュールルルル、はいはいはい、ママのあれですけども、この場を借りて謝罪させていただきます。はいはい、ではやりましょう。はい、やりましょう。スタート。テテ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 これ、ワッフルでベースでしまし。ちょっとね、楽しみしててよ。乳乳酸、はい。ちょっとママにちょっとバレちゃうと真似されるかもしれない。ちょっと負けてらんないから。大丈夫。メガチュールで。大丈夫。絶対ちょっとね。ママには負けたくないんだよね。はい、やってんてん。誕生日だから多めにしよう。どう、あっちゃんね、おすそ分けね。はい。はい、そんで、一番辛いのは食べてくれないって恐ろしいこともありえるからね。うん、チーズトリッツ、私は欲しかってました。チーズトリッツは結構下でもちょっと要望があるので、チーズトリッツはさ、しょうがないから、お裾分けをまずはね。
はなちゃんもチーズトリーツ。はなちゃんは Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Lunosuke Happy birthday to you わーやったー。これがこっちがママ。そうですね。これは私の作った女房で、こっちはお父さんの作ったものです。ママはちょっとなんか、ずるいから、ママのからあげてもいいですよ。うん、で、ずるいからね。自由な好きに。はい、じゃあ。もしかして。あれ？あっちゃん。皆さん、ちょっとどうですかね？どうですかね、なんか二人とも困った顔して。困った顔してけど。食べ物って気づいてないのかな、うん、お、いいんだよ、食べて。食べて。どうかな、食べてくれるかな。おどう、しょうがないから、ちょっと大きすぎて多分食べられない。なんかケーキがあんまりこう。全然こうなんかケーキな感じじゃないんですけど、勝敗の前に事件が起きたんだよ。見ない。そうだね。もしかしてリュウはあっちゃんの分を、あ、もしかしたらこのパターンは、あ、本気食いになってた、それともあっちゃんの、あ、ちょっと皆さんの前だ。もうお腹いっぱいの？ママ、お父さんのケーキはやっぱり美味しかったよ。お父さんが作った方が美味しかったよ、ママ。また僕はお父さんのケーキを食べたくなった。やっぱり。ちょっと待ってください。材料は同じです。やっぱりね、お父さん作った方が美味しいよね。そうですよ。当たり前じゃないですか。ママの作ったケーキよりお父さんの作ったケーキは最高に美味しいですよ。やっぱりね、リュウ、いい子だね、リュウね。みんなの前でこう、お父さんの作ったケーキの良さを伝えてくれてね。あれ、ママなんか不満が。じゃ、不満はあれはないけど、は、はい。そうね、ジャージするのはリュウだから、そうですね。まあ、いいんじゃない、うん、まあ、誰が勝ちか負けはそういうんではなくて、そうでした。食べてくれた。棒も食べれるんですね。あ、食べる。あ、そうなの。うん。